震えてる。今何の撮影ですか？京都修学旅行の撮影です。イエーイ。来ています。はい、はい、1カット目です。1カット目、はい、記念すべき1カット目。いいですね、食べ。どうぞどうぞ。とっちゃん今日2つ目食べに来てる。そう、美味しそう。ちょっとニヤニヤしている。やばい、サラが踊り出した。暴れ出す南。暴れ出す南。イエーイ、幼児屋です。幼児屋です。幼児屋、三条店ですね。三条店、はい。美味しい。抹茶、抹茶、抹茶。サラさん、それでさ、いただきましたみたいな感じ。抹茶、それ何なの？白玉。あ、白玉ね。おいしい。ほんとに白玉はやばいよね。食レポ、はい、じゃあすずな。やばい、緊張。見た目を褒めた。おいしいってことだけは伝わった。はい、なんて言えば、あの東京とかで食べる、うん、抹茶とは違って、すっごく濃厚で、うん、とろけます。とろけます。抹茶以外の部分は何が入ってますか？あんこと栗、うん、栗と、ほほ、あと食べちゃったんですけど白玉。いないけど。もういないんですけど。白玉と、はい、あとはあんこ、うん、あと言った言った、あとバニラみたいなの、そう、あと羊羹とかも、羊羹？ゼリー、ゼリー、抹茶のゼリーも入ってます。美味しい、美味しい。これは何味だ？はい、きなこだ。きなこだ。これって何味ですか？わらび餅きなこ、黒蜜きなこと桜餅。はい、わらび餅。はい、はい、みんな自転車で来て、いちごにつきましたね。はい、スズナだ、スズナだ、スズナだ、スズナがやばい。はい、じゃあ実食、実食してください。実食、あ、はい、え、こうやってさっき食べてる。はい、せーので、食べたい。あ、逃げた、逃げた、めっちゃ、どうするんだろう。手で取るのか。やばいやばい、待って待って、甘い。甘い、手で取る方がいい。松本さん、めっちゃ切れた。やばいやばい、めっちゃ、めっちゃ切れた。これは取ったか、これは取ったかな、なんで。あげる。え、いいの。いただきます。食レポ、うん、あ、いいよいいよ。マジで、美味しい。きなこ食べますか？きなこだ。美味しい。え、めっちゃ合う、きなこと。やばい、やばい、服がやばい。やばいね、きなこでやばい。きなこまみれ。後で終わってから払いな、もうそれ全部。今手で触ると伸びるから。めっちゃ美味しい。今何中ですか？舞妓さんになってる途中です。ミヤが結構帰ってきた。かわいい。私はまだマシ。怖い。めっちゃ怖い。はい、笑えないんですよ、これ。カタカタ。なんか、あ、そうなんだろう。なんだろう、なんか泥の中に顔バッて突っ込んで、よく罰ゲームとかにしてるみたいな。あ、そんな感じです。パッパリパリみたいな。笑えない。笑うこともできるんですけど、笑ったらパキって言って、そう、なんかパキッ、ほえべる、ほえべる、限界。おー、いけてる、いけてる。おー、そこで写真、そこで写真行ってまいりますの。もうちょ、もうちょ、かわいい。さて、何を、着物、何にしようかな。こちらの、お袖の長いピンクから奥の赤まででお好きなの。ありがとうございます。真っ先に赤に行きました。私はやっぱ赤ですよね、やっぱ舞妓さんといえば赤に行きます。赤で、はい、なのがこれ、はい、なるほどなるほど。結構これ真っ赤です。真っ赤で可愛らしい。真っ赤いいですね。で、ちょっと
と今風な感じの柄でちょっと黒、これも人気です。うん、悩ましい。悩ましい。じゃーん、アスカです。めっちゃ重たいんで。あ、そうなんだ。割と重いんだね。慣れるのに時間がかかる。眠そう。はい、じゃん。舞妓に変身しました。感想はどんな感じですか？なんかすごい舞妓さん憧れがあったのでできて嬉しいです。足元が大変そうですね。足元は結構高いんですよ、これ。かかとに重心をかけて、ここまで来るのにすごい、そう、大変ながらね一苦労ね、入ろうかな。めっちゃ撮ってました。舞妓さんになりました。あんまり着ない色を。二人ともよく似合ってます。背が低いんだから。